はい、こんにちは。グリーンゾーンジャパンの正隆です。今日は医療大麻 CBD と糖尿病の関係について話をしていきたいと思います。糖尿病には1型と2型っていうのがあるんですけれども、今回は一般的に糖尿病と考えられている2型糖尿病の話をしたいと思います。これはどういう病気なのかというと、体が摂取した糖分が吸収しきれずに尿から漏れていくっていう状態なんですね。日本に患者さんなんと2000万人ぐらいいるというふうに言われています。なぜですね、糖分が漏れてしまうかというと、体の細胞の中にですね、糖分を取り込むにはこのインスリンっていうですね、膵臓が作るホルモンが必要になるんですけれども、カロリーの取りすぎ等でですね、このインスリンが出す力がくたびれてきたりとか、インスリンが効きづらくなってくることによって糖分を吸収しきれなくなるということなんです。これ何が問題なのかというと、お水とですね、オレンジジュースを比べていただいたら分かるように、糖分を含むものってベタベタするんですね。なのでこの細い血管から順番に詰まっていってしまうと。例えば足に行くですね、細い血管詰まると神経がやられて神経症という、しびれがずっと残るような状態になってしまったり、腎臓の血管が詰まって透析しなきゃいけなくなるとか、目の血管が詰まると網脈症になって失明してしまうということが起きるわけです。またもうちょっと太い血管が詰まってくると、今度は脳梗塞、心筋梗塞みたいな病気になってしまうので、そういうリスクが糖尿病で上がると。なのでこの糖尿病に対しては3つのステップでですね、治療というのが構成されると。まず糖尿病にならないように運動するとかですね、食事気をつけて予防するというステージがありますし、糖尿病になってしまった人には薬出したりとかインスリンで血糖値を下げていくことでこの進行を予防すると。さらに合併症だった人に対しては神経症の治療の薬を飲んでみたりとか透析したりということで合併症へ対応していくということになるわけです。大麻の効能としてどういうことがあるかというと、まずですね、この予防のところに役に立つんじゃないかと。大麻を吸ってる人はですね、基礎代謝がどうも上がるようで、痩せてる人がですね、大麻吸ってる人の方が多いというふうに言われてるんですね。そしてですね、大麻喫煙者では実際に糖尿病になってる人の割合が一般人口よりも半分以下というデータが出ております。さらにその糖尿病っぽくなってる人たちにとっては、大麻を吸うことによってこの血糖値が下がって安定するんじゃないかというですね、研究がいっぱい出てるわけです。これですね、どうも大麻によってこのインスリンが効きづらいインスリン抵抗性という状態が改善されるんではないかというふうに考えられているわけです。さらに合併症になった人たちに対しては、例えば下肢のしびれに対して痛みをですね、糖尿病ニューロパチの症状を大麻が緩和してくれるんじゃないかという研究結果が出ております。ですので、例えばね、今気晴らしにお酒を飲んでいる人が大麻に切り替えるということにすると、お酒のですね、カロリーとってやはり糖尿病にあんまり良くないわけですね。そのマイナスが大麻によってむしろプラスになるとなると、非常にですね、少なくとも糖尿病の人たちにとっては体に負担が少ない息抜きというふうに言えるんじゃないかなというふうに思っているわけです。大麻は違法なんですけれども、先生 CBD はどうですかっていうふうに言われますと、これもですね、研究が進んできているわけです。2016年ですね、CBD を糖尿病の患者さんに使ってみる最初のパイロット試験っていうのが行われて、これは1日 200mg CBD を飲ましたんですけれども、残念ながら血糖値のコントロールにはですね、寄与しなかったわけです。でもその後2021年に今度糖尿病ニューロパチ、足がしびれる人たち55人に対して、この CBD の水溶性のタブレットを作った会社が1日 60mg の CBD を投与したところ、これは痛みの軽減が得られましたということが報告されています。そして同じ2021年ですね、テキサスのお医者さんが面白い症例報告を出してるんですね。これですね、自分の患者さん62歳の男性で2型糖尿病でですね、ヘモグロビン A1C というですね、糖尿病のこれは重症度の指標ですけれども、これが 7.6 点というですね、採血の結果が得られたそうです。これは基本的に7以下にしといたら糖尿病進まないから、7以下を目指しましょうねというふうに言われているので、ここでですね、お薬を1種類追加したわけですね。そしたら効きすぎたせいでこの患者さんは低血糖発作を起こしてしまったと。低血糖発作って意識が飛んだりして結構危ないわけです。なのでもうちょっと嫌だなということで、この患者さんがなんと自分の判断でインスリンを32単位打ってたやつを CBD たったの 20mg に置き換えますということを言ったそうです。これね、どうもね、お医者さん的にはちょっとそれは無理があるんじゃないかと思ったんだと思いますね。私も無理じゃないかなと思います。というのはインスリン32単位っていうのは結構多い量なんですよ。これでですね、患者さんが切り替えて、いやー大丈夫かなと思って次外来来た時に採血をしてしばらく様子を見てたんですけれども、なんとインスリンやめた後もこのヘモグロビン A1C という重症度のスコアが 7.7 点、つまりほとんどですね、変わらないまま推移していったということで、あ、これはどうも CBD20mg 結構効いてんじゃないかっていうことで論文になっているということです。
さらにですね、2022年イランのですね、研究者たちがですね、CBD と THC を10対1で含むですね、舌下スプレーをイランで開発している人たちがいるらしいんですけれども、それを使ってですね、CBD で1日400マイクログラム、めちゃくちゃ少ないですね、0.4 ミリグラムのですね、CBD を摂取したところ、血糖値の値がですね、まあ1割弱ぐらい改善しましたよということを報告しているわけです。なんでですね、結構 CBD 少量取ってるだけでも糖尿病に対してもしかしていい効果があるんじゃないかなっていうふうに考えてもいいのかなと。実際にですね、私の周りでも日本の患者さんでですね、体験談が寄せられてまして、80代の女性なんですけれども、不眠に対して CBD のグミをですね、摂取し始めたと。なんで1日に 20mg って、まあ結構少ない量を取っていたそうなんですけれども、この方がですね、糖尿病を持ってて病院の方に定期受診したところ、血糖値のコントロールがこれまでよりも随分安定していていいですね、どうしたんですかということで主治医の先生が驚いたと。おそらくこの糖尿病が対して CBD が効いてるんじゃないかなというふうに考えているということでした。なので CBD で基本的に、まあ不安とか不眠とか鬱とか痛みに対して使ってる人が多いんですけれども、これにプラスで糖尿病がある人っていうのは一石二鳥のようにして糖尿病の方も良くなるかもしれないと。なので気をつけて見ていただけたらなというふうに思います。今日の動画ですね、役に立ったなという思う人はいいねと拡散の方よろしくお願いします。ということで、じゃあねー。